にちは、ひとひかりです。今日はね、自重2ヶ月筋トレとジムで週2回3ヶ月筋トレの成果をね、ちょっと記録したいと思います。ゆるゆるフィットネス、おじさんフィットネスなんでね、そんなに良くないけど、肉体は。でも今ね、こんな感じですね。じゃじゃん。やっぱね、若い時に比べるとあんまり筋肉はつかなくなってますね。わかるかな。なんで記録してるかっていうと、今日でね、筋トレお休みしようかなと思って、ジム代と鶏肉代とブロッコリー代と卵代がね、ちょっと買えなくなってしまったので、今日でね、一回筋トレに区切りをつけようかなと思ってますね。もともとメンタル安定のためにね、やり始めたんだけど、まあそんなに効果はなかったですね、ぶっちゃけ。でも楽しくて続けたいんですけど、ちょっとね、お金がなくて今家賃払えないので、また節約しようかなと思って、筋トレ代をね、浮かして家賃を払おうと思います。今ね、体重60キロぐらいで、体脂肪が、ね、20% ぐらいありますね。まあ、結構ね、頑張ったのかな。5ヶ月前に比べたら、多少なりとも筋肉がついて、懸垂も10回ぐらいできて、重量もね、ダンベルベンチプレスだと、今20キロ片手20キロ20キロでやってるかな。そう、結構ね、楽しくなってきたんですけど、なかなかね、鶏肉代がね、賄えないので、ちょっと一旦休憩します。